抗議の民族浄化は、主に戦争における戦略として、虐殺、強姦、強制移住などの手段で、特定の民族を殲滅させることを言う。抗議としての民族浄化とは、ユーゴスラビアのような多民族国家において、ユーゴ内のある民族集団を強制的にその地域から殺害などにより除去しようとしたとするとは、欧米諸国が1990年代前半に、 ユーゴスラビア紛争が勃発した際に武力介入することを正当化させ世界世論を支持に誘導するために敵対したセルビア民族のみを悪だとする目的として造語されて対外発信に利用されたプロパガンダ用語である。民族浄化は1990年代に内戦中の旧ユーゴスラビア地域のメディアに頻繁に使用されたクロアチア語、ボスニア語およびセルビア語の エトニコシセンジを翻訳したもので、ボスニア紛争を契機にして1992年頃から世界の主要メディアでも広く使用されるようになった。流通するようになったきっかけは、当時のボスニア政府と PR 契約を結んでいたアメリカの広告代理店、ルーダー・フィン社のジムハーフが効果的なメディア対策を行ったためである。ルーダー・フィン社は当初、 セルビア人による虐殺を非難するための言葉として、ホロコーストを使用したがこの言葉をナチスによるユダヤ人虐殺以外に使わせることをユダヤ人団体が認めようとせず、不快感をあらわにしたので、これに代わる言葉を見つけ出す必要があった。ルーダーフィン社は、エトゥッチニコシチェーニエという言葉をボスニア紛争以前に契約していたクロアチア側がセルビア人を非難するために使っていたことを知り、 セルビア側を攻撃する際に徹底的に使用するようになった。英訳の際にエスニックピュリーファイングとエスニッククレンジングの2種類が用意され、当初はどちらも使われていたが、後者の方がより残酷な印象を与えるため、すぐにエスニッククレンジングへ移行した。現在はもっぱらエスニッククレンジングが用いられている。語源に関しては諸説あるが、早ければ、 第二次世界大戦時に使われ始めたものと考えられ、第二次世界大戦中に、セルビア人とクロアチア人の間で生じた民族間虐殺を指して、バルカン地域で用いられていた。第二次世界大戦時代、ユーゴスラビア領内には、クロアチア人の民族主義者ウスタシャによって、ナチスの傀儡国家、クロアチア独立国が建国された。ウスタ社とクロアチア独立国の当局は、 ナチスと協力して、域内のユダヤ人、セルビア人、ロマなどの絶滅や追放を目指した。その後、ヨシップブロズキ党政権の成立によりユーゴスラビアは多民族国家として再出発し、民族の協調が歌われたため、バルカン地方を超えた一般的な言葉としては流通しなかった。この時の民族浄化の記憶は、ボスニア紛争時に、ボスニアうちの各民族に、 再び他民族が自分たちを虐殺するのではないかという少なからぬ恐怖感を与えたようである。他民族国家であったユーゴスラビア連邦でも1980年代ヨシップブロズキ等の死後、民族主義的な感情の高まりに従って、自民族は民族浄化の犠牲者であるとする論調で、異民族に対する憎悪を煽る場面で頻繁に用いられるようになった。 各民族に対等の権利を保障するユーゴスラビアの制度によって数の上では最大であるセルビア人の地位は相対的に低くなり、また歴史的にセルビア人が多く住んでいた地方の多くがセルビア共和国の外に置かれた。またコスボではセルビア人の流出による人口減少と多産社会のアルバニア人の人口増大によって人口比率は大きく変化していた。 こうしたことに対する不満と、第二次世界大戦中にナチス、ファシスト政権と協力関係にあった、クロアチア人、アルバニア人を結びつけ、セルビア人は、過去に民族浄化の被害者であった、今また、セルビア人に対する民族浄化が進められている、といった論調で異民族に対する憎悪を高めていた。1 9九十年代前半に一連の、ユーゴスラビア紛争が始まると、 クロアチアやボスニアヘルツェゴビナのムスリム人によって敵対するセルビア人の残酷性を世界にアピールする目的のプロパガンダとして発信された。ロイガットマン等の西側諸国のメディアなどがこれを大規模に取り上げたことにより民族浄化の後は世界的に知れ渡るところとなった。2017年にはミャンマー政府のロヒンギャに対する弾圧、虐殺が激化して 多くの難民が発生する事態となり、国連のグテーレス事務総長はこの状況を民族浄化と評した。ありがとうございます。